1898年に制作されたフェルディナント・ライムントの銅像。ライムント時代の調べ作品479は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した幻想曲。作曲者にとって作品番号が付けられた最後の楽曲である。ライムント時代とは、かつて劇作家、フェルディナント・ライムントが活躍した時期のことであり、ヨハン・シュトラウス1世や、 ヨーゼフランナーによって、ワルツ合戦が繰り広げられた頃を示している。1898年、ライムントを記念する銅像の除幕式に先立って、新曲を作ってほしいという依頼が、ワルツ王ヨハンシュトラウス二世のもとに持ち込まれた。ヨハン二世は、晩年になって、自らの死が近づいていることを感じ取っていた。この、ライムント時代の調べは、ライムントの作品の歌詞である、さらばよと、 もう一つの別れの歌、さようなら、静かな我が家よで始まり、それに続いて、ランナーの、下や風部曲や、シェーンブルンの人々、七ハン一世の、人生は、踊りや、ドナウ川の歌など五曲のモチーフが、次々と現れ、再びライムーンとの二つの歌に戻って終わるという、ワルッツのメドレーである。自らの命が、もう長くないことを予感していた、ヨハン二世は、 1848年革命以前の古き良き時代を感傷的に解雇してこの楽曲を作曲したのである。花を手向けられたヨハン2世の意外。ヨハン2世は体調に不安を抱えながらも自らし希望を取って初演した。そしてこの解雇的な作品こそが作品番号が付けられた最後のヨハン2世の作品となってしまった。ヨハン2世は 翌1899年6月3日に死去したが、彼が死の床で口ずさんだ言葉も、ライムンとの歌詞、さらば友よ、誰にもいつかは別れの時が来るだったと伝えられている。ABC コミヤ P207 ハット ABC 加藤 P218 ありがとうございます。